Hey guys, how are you doing? Welcome to another lesson on Octom TV. Today, I'm going to talk about how to increase your English vocabulary for conversation. ということで、今日はですね、話すための英単語をどのように増やすかというお話をさせていただきます。このオキドメ TV は英会話講師の私がためになる英語動画を上げております。ぜひチャンネル登録していただいて、他のレッスンもご覧ください。それでは、Let's get started!はい、それでは今日は話すための英単語の習得についてお話をさせていただきます。試験のための英単語の習得とどう違うかということなんですが、試験のためっていうのは目で見て書きますので、目で覚える形になります。で、その単語に対しての適切な和訳っていうのを覚える必要もあります。和訳のテストとかありますよね。逆に英作のテストもありますので、スペルを覚える必要もあります。対して話すための英単語というのは耳から習得するのが効果的ですね。ちゃんと聞けてちゃんと話せないと意味がないです。単語一つ一つの意味をですね、日本語にする必要はないので、それを覚える必要はありません。会話の中で出てきた単語、なんとなく意味が分かればそれで話は進みますし、何回も違う文でその単語を聞いていれば、その単語の意味がですね、感じられてくるので、あえて一つ一つ覚える必要はないんですね。スペルに関してなんですけども、スペルも細かいスペルは必要はありません。実際に私たちが英文を書くことっていうのはあんまりないと思いますし、まあ、仕事なんかで書かれる場合はあると思いますけども、まあ、スペルの方をソフトがチェックしてくれますし、わからない時はですね、ソフトで引いてそれをコピペして貼り付けることができますので、そんなに細かいスペルは必要ないと思います。読む時もだいたいローマ字読みでこの単語だなっていうのは分かるので必要ないですね。目で単語を覚える障害は、見てしまったものを一旦ローマ字に直して頭の中にしまってしまうことなんですよ。ネイティブが発音してもそれが聞き取れないので、一旦ローマ字に変換して意味を納得するということですね。これでは時間がかかってしまうので会話では間に合いません。ですので聞いたまま覚えるようにしないといけないんですね。じゃあ実際に私がどのように英単語を覚えたかという話をさせていただきます。英会話の学習を始めたのは大学に入った時でした。大学に入った時には、まあ、大学試験に勉強したですね、英語の知識が残っていたので、まあ多分準2級ぐらいだったと思います。で、そこから英語を勉強しようと思ったので、英検2級ぐらいの単語帳を買ったと思います。覚え方なんですけども、特によく分かってなかったので、大学の入試でやったのと同じようにですね、単語帳に書いてこう読みながらこう覚えていくという形ですね。で、それで2級の単語を覚えたんですけども、非常にですね、効率が悪くて、発音も知らないし聞き取れないし、で、単語帳に書いてる一番最初の日本語の訳しか覚えてないので、別の使われ方になったらわからないっていうことですね。だから日本語訳にしてしまう癖がついているので、なかなか意味が取れないっていう、すごい不効率な覚え方でした。で、数年後にですね、まあ、ある程度2級のボキャブラリーが落ち着いてきたんですけども、次1段階上に上げようと思ってですね、準1級の、単語を習得することをしました。その時にやったことはですね、本を買います。で、本をもう見ない、で、オーディオだけで、単語を習得するということをやりました。今の時代であれば、まあ、アプリもありますし、まあ、本屋に行っていただいて、ご自身が見ていただいた時に10個単語があったらそのうちの2つぐらい知ってて、あとわからないぐらいっていう本が一番いいんじゃないかと思います。全部知らない単語だったら精神的にきついですし、半分ぐらい知ってるんじゃちょっと意味がないので、だいたい2割ぐらい知ってるかなっていうのを選んでいただくといいと思いますね。一つだから自分のレベル上になります。で、オーディオの方で覚えていただきます。本は最初は見ないでください。スペルも関係ないし、日本語の意味もいらないです。とりあえず聞いて、その単語オーディオから流れてきたらそれを口で繰り返すんですね。で、聞いて口でを繰り返す。意味はまあ多分オーディオの後に日本語の方が入ってるのが多いと思うんですよね。例えばコンビニエンスって出てきたら便利なっていうのが出てくると思うんですけど、まあそれ、まあ聞こえるものは仕方がないので、それを聞いてください。でも、一致させなくてもいいです。とりあえず、コンビニエンスという単語を覚えるんですね。口で覚える。で、それをずっと繰り返すような形になります。例えば100ページあったら、20ページを、それを何回もずっと繰り返します。で、意味が分からなくても、その単語っていうのを認知できるようにしておきます。
で20ページ終わったら今度は20ページから40ページ入りますよね。その時に10ページから20ページの本を開いて、スペルはいいです、意味を確かめたりですね、用語を書いているので詳しく読んで、その単語にもうちょっとですねファミリアライズっていうんですけど、こう詳しくなっていくような感じでですね見ておきます。でもそこでもそんなに意味は必要ではないです。単語をもっとですね、知っていくっていう感じですね。でそれを続けて、まあ、100ページ終わるという形ですね。で1冊の本を終えるのにだいたい3ヶ月4ヶ月長くても半年ぐらいに終わらせるようにしてください。集中力はなかなか続かないので、自分のですね、まあ、忙しさによると思いますけども、まあ、4ヶ月ぐらいでですね、切ってですね、4分の1ずつぐらいに切ってですねこう進んでいくというようなのを取ってください。で100ページあって半分ぐらい終わったら、今度は覚えた単語を定着させる学習を重ねていきます。それはですね、英語を見たり聞いたりしてその単語と出会うことです。準1級レベルの方の教材を見つけるっていうのはそんなに難しくはないんですよ。ただ2級レベルの方の見たり聞いたりする教材を見つけるっていうのがちょっと実は難しいんですね。読み物としておすすめなのは、洋書を売ってる本屋さんに行っていただいて2級レベルで読める本っていうのがあるんですね。ペンギンブックとかっていうのがあるんですけども、それを買っていただくことですね。聞くものとしてはですね、準1級の方でしたらそうですね、ニュースとかでも別にいいと思います。日経ニュースとかは結構優しいので、外国の CNN とか FOX ではなくって、NHK ワールドとかですね、できればその日本人向けに出してる英語の番組がいいと思います。で、2級レベルの方でしたらですね、漫画がいいかなと思います。漫画ですね、ディズニーとかでもいいんですけど、ディズニーちょっとですね言葉が難しい時あるので、向こうのですねちびまる子ちゃんみたいなそういうのって結構あるので、まあ、ネットで探していただいて YouTube とかで自分で合うなって思うものを見てもらったらいいと思います。でそこでですね、聞いてもらうと分かるんですけども、意味は分からないけどこの単語知ってるっていうのが出てくるんですよ。あ、これ単語帳でやった、口が覚えてる、こうなればいいです。意味わかんないけど口が覚えてるっていう場合ですね、その場合は引いてください。それで辞書を引いたりネットで調べてもらって、で、あ、こういう意味だったっていうのを覚えるんですね。単語日本語セットで覚えて、それから聞くとですね、そのセットにしたものがその意味に当てはまらないことがあるんですよ。でも逆にセンテンスを聞いて、それでこの単語を知ってる、でこのセンテンスに合う意味は何だろうっていうのを探すと、結構本当の単語の使い方が分かるんですね。でこれを重ねていきます。もう読んで読んで聞いて聞いてしてですね、知っているけども意味が分からない単語の出会う喜びを感じながらですね、調べて調べて、頭のいい方はすぐ覚えられますけど、私のような方は、あ、これ前調べたのにというのを繰り返しながらですね、前へ進んでいきます。それをずっとしていくと単語を感じることができるんですね。単語を聞いても日本語に訳せない、でも意味はわかるよ、これが一番の理想なんですね。日本語が出てくるようじゃダメです。感じればいいんですよね。ずっとそれを続けていくと感じれるようになります。で単語帳1冊終えたら、その本を覚えるのに使った時間を読んだり聞いたりですねのどんどん使っていきます。で単語が自分のものになると、何も考えなくても自分の力自然に出てくるようになります。こうすると英語は非常に流暢になってくるんですね。で単語帳で覚えた単語がある程度定着してきたな、もう一個上に上がろうと思ったら、またその上のですね単語帳を買って同じことをしてください。この方法めんどくさいなと思われる方がいるかもしれないんですけども、実はすごく効果的です。まず覚えるときに耳から覚えているので、確実にその単語を聞き取ることができますよね。これは非常に大きいです。で単語帳目から覚えた場合、日本語訳を一緒に覚えることが多いと思うんですけども、その単語の日本語訳とか3つ4つ書いてますよね。大抵皆さん一番最初のしか覚えません。でもそれが一番多い用法と限らないんですね。3つ目4つ目に書いてる用法が多いとか、そういうこともあるんです。ですのでそれを当てにしてはいけないんですね。で通常ですね、皆さんが英訳されたものってやっぱりおかしいんですね。日本語に訳すと合ってるんですけども、英語としてはマッチしない単語をみんな持ってくるんですよ。それはそういう覚え方をしてるからなんですね。
はい、それではまとめをさせていただきます。まず自分に合った単語帳アプリを選んでください。で、耳から覚えるということです。目で覚えないようにすることです。これ非常に大切です。それはローマ字読みを変換させないためです。で、口で覚えたものを意味と関連付けるためには読んだり聞いたりしていくことですね。この量を増やすことで覚えた単語が定着していきます。で、もううまくいったなと思ったら次の段階に上がるためにもう一つ難しい単語帳に挑戦してください。ということでですね、今日は会話に役立つ英単語の習得法についてお話をさせていただきました。ためになったなと思われる方、いいねをお願いします。それでは、See you!